お世話になります、ヒトリーでございます。冠の雪原の目玉要素といえばダイマックスアドベンチャーですよね。ご存知の方も多いと思いますが、ダイマックスアドベンチャーでは開始してから3回連続でリセットしてしまうとペナルティが課されます。ペナルティの内容はマックス鉱石を3個支払うことですが、この際マックス鉱石が1個もなかったらどうなるのでしょうか。手持ちが少ないので支払う個数をおまけしてくれるのでしょうか、それとも何か特別なセリフがあるのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はダイマックスアドベンチャーのペナルティ時にマックス鉱石が0個だったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。まずはマックス鉱石を0個にしていきます。ということでこのロムを進めたいんで人参買っちゃいましょう。はい、買いまして、あと1個余っておりますので、まあ唯一買える経験は見える1個買っときましょうか。はい、これで、0個になりましたと。よし、この状態でここをやるってことですね。はい、横目で睨みつけられてますが、話しかけてですね、出発する、でレポートに記録しますか、で記録して、まあここは単純に進んでいくだけですね。一応一人で挑戦やった方がいいのかな、一人で挑戦でやっていきましょう。これはまあみんなに迷惑かからないようにね、一人でやっていくわけですね。とりあえずどこまで行けばいいかわかんないですけど、この先まで行きましょうか。はい、ここまで行けばさすがに大丈夫なんじゃないかなと思います。ここでリセットしていきましょう。はい、ここで話しかけていきましょう。前回ダイマックスアドベンチャー途中でやめてしまいましたねって言われますね。ちゃんと一緒に参加している人たちに迷惑がかかりますので、今後は気をつけてくださいね。まあこれはでも迷惑かかってないですからね、これみんなで挑戦じゃないんで。はい、じゃあこれで、出発していきましょう。もう一回、ここは別にペナルティは当然ないと。はい、ここでまた進んでいきましょう。はい、シャクヤが謎に来ていますが、はい、ここでリセットしていきますと。はい、ここでもう一回話しかけていきましょう。前回ダイマックスアドベンチャーを途中でやめてしまいましたね、また言われまして、それでここはまだねないということで、あと1回ですね。またシャクヤちゃんいますね。こいつ来すぎだろっていう話なんですが、はい、リセットしていきます。はい、じゃあここが重要なポイントですね。ここで話しかけてどうなるかってことですね。はい、ここで多分言われますよ。ペナルティは途中でやめるのを何度も繰り返していますね。ペナルティとしてマックス鉱石を3個支払っていただきますだって言われましたね。初めてですねこれ、地味に私は。でこれなんて言われるんだろう。よろしいですね。これでマックス鉱石0個ですよ、この通り。はい、これでははいを押したらどうなんでしょうか。はい、マックス鉱石の数が足りませんね。マックス鉱石は冠雪原のマックスレイドバトルでも手に入るので、そちらで集めてきてください。うわ、こんなこと言われんだ。すごっ。ちゃんと教えてくれるってことこれ。あ、じゃあ別にマックスレイドバトルでマックス鉱石手に入るって知らなくても丁寧にここでレクチャーしてくれるってことなんだこれ。確かにそのネットとか使ってる人はこの鉱石あることは当然知ってますけど、レイドで知らない人は いるでしょうからね。いや、ちゃんとその措置がなされてんですね。まあ一応これ新セリフっつったらあれだけど、一応ちゃんとこれ重要なセリフですよね。やっぱということで、検証結果、ダイマックスアドベンチャーのペナルティ時にマックス鉱石が0個だったら他の場所で採取しろと促されるでした。ちょっと意外な結果になりましたね。丁寧にペナルティの解除の仕方を教えてくれるのは、攻略方法とかをネットで見たりしない人のことまで配慮されていて、とても優しい仕様ですよね。でもいきなりその辺にあんだから自分で拾ってこいみたいなニュアンスで言われるので、冷静に考えればちょっと怖いっちゃ怖い気もします。てかそもそもポケモンで露骨にペナルティっていう要素があること自体、今までのポケモンでは多分あまりないので、すごく怖いですけどね。まあそんなこと言ったってしょうがねっぺ。ナルティメットストームでもやろうや。